表現者にとって声はなくてはならない道具です。息と同じと捉えてみてください。舞台の上では体に負担のかかることが多いですよね。あと心理的ストレスもまた大変声には悪影響を与えます。一発芸で二度と舞台では喋りませんというならまあ無理をしましょう。でも私たちはプロの表現者として一生これで食べていきたいんですよね。だからこそ必要なのは正しい声の使い方です。ここで言う正しいとは、無理がない、効率的である、理にかなっている、効果的である、この使い方という意味です。だからまず私たちに必要なのはむしろ何が声にとって負担がかかることなのかを知るという点なんです。それにはまず正しい調和の取れた効率的で効果的な声が最も伸び伸びとその進化を発揮できるようにするにはどうしたらよいか、それを知ることですね。そのためには息の流れや呼吸法も知ることが必要です。正しい喋り方、発語の仕方も知る必要があります。もう一度言いますね。繰り返しますが、ここで言う正しいとは、私が合ってる間違ってるって独断をするんではなく、体にとって喉にとって無理のない、人間の筋肉や骨格の流れに沿った効率的で理にかなった発語の仕方ということになります。そして効果的な声の使い方になります。そして正しい発語と私が言ったとき、それは基本的に標準語発音とさせてください。関西弁や、東北弁、九州の方の発音といったものではなく、標準語発音を一応ここでは正しい発語の仕方とさせてください。それから正しい喋り方、これはですねあります。正しい喋り方は言葉と心と思いが三位一体で一致していること、これを正しい喋り方と私は呼びます。棒読みは正しくない、心ばっかりで発音がバババってなっちゃうのも正しくないね。それから意識はすごいあるんだけど声がすごい小さい、これもダメ。内容と言葉と心意識、そういったものが全部一致している、これを私が思う正しい。そしてただ心が正しいかどうかっていうのは全部皆さんによりますからね。だから皆さんが自分でそれをね判断する力っていうのをつける必要があるんです。私があなたその心は間違ってますよっていうわけにはいかない。だってあなたはそれをでも私こう感じました、それで正しいわけですから、あなたにとってあなたが感じた心は正しいのね。でもそこに、正しいと思ってるのに声がダメとか、やっぱり棒読みですとかで、棒読みでしながらこれは棒読みの心なんですとかっていうのは、それはどっかねちょっと隠してることがあるんだよとかっていうことは、まあ私はコーチとして判断、まああなたたちがプロの表現者としていくにはですからね、それを判断させていって、判断していきながら、みんなが自分で自分のここもうちょっとこうできたなとかっていうところの判断がつくようにしていきたいと思います。まあ日常生活で自分の意識を持って自分の声を見る、自覚することができるようになって、正しく使えるようになってきたら、するレッスンはどれもとっても大切なので、何度も見て自分の姿を鏡で見てやってるところ、耳で聞いて、それは録画もいいし音声だけもいいと思うけど、音声だけに頼らず録画もあったらいいと私は思っています。それを検討して声と息と言葉に対するセンスをどんどん磨いていってください。頑張りましょう。